これこのタイトルでみんな惹かれるんだよ、この暴行芸大同棲クローズ編。しょうもない映画です、しょうもない話でも台本もなくて、でもこの二宮健二さん、おいおい、みなさんこんばんは、こんばんはこんばんはさあ始まりました J モーチャンネル SR、今日はこの3人でお送りします。イエーイ、イエーイ、イエーイ、だいぶちょっと不思議な、やめろ、やめろそのコンパみたいな自己紹介からいきますか。はい、はい、私は、ニックネームは白玉の辻村ゆりなです。よろしくお願いします。お願いします。と前回も、ね、先週も出てらっしゃる、毎週出てますよ、毎週毎週須田正宏です、お願いします。お願いします。 JMO でマネージャーやってます。はい、私のマネージャーさんです。はい、津田さん、はい、お世話になっております。いやいやお世話してます。そして今日のスペシャルゲスト、スペシャルゲスト、俺スペシャルじゃねえよお前はめっちゃいじる。お願いします。はい、正宏の弟のサトシって言います。よろしくお願いします。お願いします。あの趣味は何ですか。趣味は、僕は月に2回フットサルやってます。おー、はい、雑今日は津田ブラザーズと共に1時間お送りしたいと思います。両手に津田で、両手に津田です。そうです。トークうまいじゃないですか。お、ありがとうございます。めっちゃコンパ行ってっからよ。行ってない、行ってない、毎週コンパやってっからよ、これ行ってないです。ジャーマネなんだって。そう、ジャーマネと、え、でも おいくつでしたっけ。23です。あんまり変わらないから21なんだ。変わるよ。いやいやいや、フォーエバー21でしょ。21なんだね。何それ滑ったお前やめろよ、ほんとほんとそういうのぶち込むなってお前ねえ、そう、兄弟なんですよ。似て、そうそうそう、似てます、似てるって結構ね、社長とかにも言われてましたよね。よく言われますね。言われます。笑ってる感じ似てますよねそう、この顔みたいな。あ、いい、自分の答えだえ、いいですね、兄弟で。でも仲いいんですよね。まあ仲いい、だったらいいんじゃない。仲いい、喧嘩はしないよ、年離れてるから。あ、そっか、すごい、10歳差、うんうん、想像つかない。だって10歳差って言ったら私とあさりさんだもん。あ、そうなの。うん、あさりさんと10歳差でお世話になってる先輩なんですよ。そうそうそう、だから弟とか兄が10歳差ってなんか不思議な感じですよね。うん、え、そんなことなかったですか。でもだから成長したって感じだよね。だから中学校中学校とか小学生低学年までは可愛かったんだけど、成長したらなんかあんま、その時は可愛かったんだよ、ちっちゃくて。うん、確かに。だって10歳の時に生まれたってことは小学1年生になった時に、中学、なんて計算できないんですけど、小学1年生、高校じゃない。え、小1に入学した時にもう高校生ってこと。そうそうそう、そうだよ。おお、それってだいぶ違いますよね。だいぶ違うすごーい、いいなー。でもなんか10歳も離れてると面白そう。旅行とか行きます、2人で。2人で行かないよね。え、行かない2人で行かない。そうなんだ、もう、ね、セットとか行っとったけどね。ああ、銭湯は来とったね。うん、あの、あそこだろ、あの仙川のな、仙川の、うん、湯煙の里っていうところに安いがね、あそこ安いから。そうなんだ。そうそうそう。じゃあちょっと今日、あの、面白い兄弟エピソード的なのがあったら聞きたい。面白い兄弟、あ、こいつめっちゃちっちゃい時さ、あの、今こんな感じだけど、うん、あの、生まれたてて間もない頃めっちゃ泣き虫で、うん、なんかすごい、なんか買って、なんか買ってっていう泣く子だった。すげえガキに、すげえ嫌なガキで、嫌なガキ、あの、母親とこう買い物行くねか、デパート、うん、行ったら、あの、俺も思春期だからさ、泣かれるのが嫌だったのよ。あ、で、だからその時にこいつ泣いてた理由が、ずっとトーマスのおもちゃ、今全然そんなことないのにトーマス買って、トーマス買ってって泣いてて。そっか、10歳だと鮮明に結構覚えてるんですよね。そうそうそう、それが、で、まだ思春期だから鬱陶しくてさ、それが。あと衝撃的だったのは、こいつさ、うん、初めて飛行機乗った時ゲロ吐いたからね。言えばいいがにさ、スチュワーデスさんに何も言わんともう耐えてたんだろうね。うん、もう着陸の時だよな、ブーッつって。ずっと回ってるんですよ。ずっとなんか、ずっと滑走路で飛行機がずっといて、ずっと回ってるんですよ、上。待ってるみたいな。吐くわ、そんなの。
俺はすっげえ大爆笑だった。こいつ吐きやがったって。全然体の心配とかじゃない、いきなり吐きやがった。言ってさ、読めばいいのにさ、ずっと耐えて吐いてさ、袋とかも用意しないで。今大丈夫なの？今は大丈夫。ご気を克服しました。うん、大丈夫。そこちっちゃかった頃ですよね。中学校じゃん。え、中学校？中学校だって言えるだろ。お前そんなシャイだったの？なんか恥ずかしかった。なんか俺だけなんか吐くの。いや、目の前にあっただろ、袋。あ、いや、全然もうそれどころじゃなかった。本当気持ち悪すぎて。早く着陸しろって感じですよね、それも。つまで回ってんだよ。まだ言えばいいじゃん、気持ち悪いですっつって。それ北海道行った時。北海道の帰り。北海道。うん、そう。帰り、あ、じゃあもうこっち側についてた時に。うん、真ん中になんかモニターあるの分かるかね。え、あ、なんかこう、え？上空映す、あれ、うん、着陸の時映るやつ。映、うん、るやつ。あれ見てた。離陸とかするとき映んねえか。今から離陸しますみたいな滑走路とか映んの。滑走路が映るの。そうそうそう。着陸のときも映るの。うん、ちゃんと。あ、それ見てたら確かに酔いそうだね。それ見なくったらいいじゃん。でも俺見たら本当気持ち悪くなって。いつ着くのかなと思ってたら酔っ払って。でも CA さんがすごい丁寧に対応してくださって。大丈夫ですか。大丈夫だ。俺横で大丈夫。こいつアホだって。え、でもわかります。なんか乗り物って、私も乗り物や。結構するんですよ、昔とかめっちゃ酔ってて、うん、でなんか着く直前の方が一番酔いません？なんか間もなく到着地点だって思うと気が緩むのか、うん、なんかそこからちょっと具合悪くなってきたりしません？あ、俺もバスダメだって昔。あ、バスのなんか独特の匂いみたいなのありますよね。あとバスの揺れ、だから縦揺れは大丈夫なんだけど、うん、横揺れが多分ダメなんだろう、うん、今大丈夫だけど、うん、あ、だから私もなんか小学生の頃遠足とか行くときは酔う人って言ってこうなんかなんだっけ、バスってこうタイヤが2箇所あるじゃないですか、うんうんうん、タイヤの上がこう振動が激しいから、ね、真ん中の窓側に必ず乗せてもらうようにとかしてました。で、あ、後ろの方が酔うんだよね、しかもね。あ、そうか、後ろの方が酔うんだよ。でもなんか私車酔うから、うん、なんか先が乗ってる車酔うから自分で運転するのもダメなんじゃないかと思って。え、免許持ってんの？持ってないです。教習所には通ってました。え、通ってて何だろう、通ってて取れなかったの？あ、卒業はしました。え、どういうこと？本命には受けてないの？本命受けてないの？はい。なんでダメなの？え、マジでそんなことある？あと試験さえ受ければ免許はちょっと取れるじゃん。いや、取れるじゃん、受けるじゃん。え、受けろよ、何のために金払ったんでしょって。親からそんなことある？そんな人いんの？去年の2月に教習所に入校して、そこから9ヶ月間教習所に通い続けて、この間10月とかにようやく教習所卒業して、そこから今までちょっと免許センターに行くのかなって。それで期限切れたってこと？あ、まだ切れてないです。じゃあ今から行けばいいってこと？今年の夏までに行けば免許取れます。あ、じゃあそれなるほどね。はい。あ、でもまだ、ね、まだ大丈夫だね。オートマン？オートマン ですね。定期限定ね。そうです、そうです。ちょっとそうだ。え、そうか、免許持ってマニュアル乗れる？もう乗ったかいって。乗ってない。いつ以来乗ってないの？あ、でも今月ドライブ行きましたけどね。友達と湘南の方。いいな。あ、湘南ドライブ。レンタカーで。レンタカーで。マニュアルってあれですよね。なんかこうやって踏んで調整するみたいな。ギア変えて。さっぱりわかんないけど。私なんかギアもなんかよくわかんないもの。教官に言われるままにこう教習所で。でもあれだって D じゃん。オートマは誰でもできるんじゃない？うん、多分。小学生でも運転できると思うけど、オートマだったら。坂道発進めっちゃ楽やあれ。あ、え、でも下がっちゃいません？え？私多分運転のセンスないんですよ、通ってて思ったんですけど。でも通ったの？試験は通ったってこと？通りました。多分ギリギリがないんで。全部一発？発で。おー、すごいじゃん。なんとか。え、バックとかも得意なの？バック、よく、なんていうの？あ、縦列駐車場。あったね。あんじゃん。ダメです、あれ。あの、教習所の木が生えてるので、いつも同じ木を目印にして、この木が見えたらハンドル切る。ああ、そういうの教えてもらったね。そう、やってて、それを目印にやってたんで、多分本当に実際路上に出たらできる気がしないんですよ。無理だよ。です。私44キロ以上出せないんですよ、スピード。ダメだよ、逆に危ないよ。逆に危ないよ、ね、ですよね。なんで44、なんで44、流れに乗らないとダメじゃん。あの、うん、
44が自分の中で一番しっくりくる数字でした。自分のしっくりじゃなくてさ、そのその道路によって想定速度的なのあるやん。そうそう、30キロのところではちゃんと30キロで走ります。で、60のとこでは44で走ります。ダメだよ、絶対ダメだよ、乗っちゃダメだよ、ダメだよ、迷惑かな、正しい60出しましょうって言われた。高速どうすんのよ。高速は、あの教会に80出しなさいって言われたんですけど、あの無理で、70キロぐらいでもう走って、でちょくちょく教会にこうハンドル直されるんですよ。こう、あ、傾いてる傾いてるみたいな。あー、ちょっと寄っちゃうとかね。そうなんですよ、高速で。それでハンコ上げちゃダメだよね、教官もね。うん、ダメダメ。確かに渋滞の原因になりますね、渋滞は。渋滞の原因だよ、ね、先頭じゃん、先頭。確かに渋滞のみんな頑張ってちょっと抜かしてもらって、頑張って。じゃ試験はもう受けに行くの？もう決めてんの？予定あるんですよ。あ、あの、近々行きます。早く取っちゃった方がいいよね、もう。ですよね、うん、頑張ります。でも大丈夫です、あの暗記一夜漬けで結構バーって覚えてるタイプで。そうだよ、そんなもんだよね。丸バツ、丸バツとか引っ掛けみたいな、引っ掛け、引っ掛けに結構引っかかりやすいんで頑張ります。やっぱ落ちるやつが不思議だよね。あー、一発でした？一発ですよ、これ同級生でも5、6回受けてあの、試験だけがダメだったの。実技はちゃんとしてたんだけど。そっか、勉強すればいけるっていう噂は聞いてるんで。いける、誰でも勉強、うん、勉強、あの、学科だけ受けてれば誰でも受かるんじゃない。うん、受かるよ。免許トルトル詐欺って言われてる。え私、あの、今21なんですけど、二十歳の目標が免許取ることだったんですよ。あれ、目標が、あ、だから、ちょっと21の目標にそれ、変更し直しました。あ、変更し直した、はい、いや、低い目標だよ、そんなすぐ取れる、明日にも取れる、そうそうそう、かなっちゃう21の目標なんで。今春休みだから取りに行ったらいいじゃん。そうです、春休みか、今、あ、じゃあ分かった、ここでちょっと宣言しようかな、春休みのうちに免許取る宣言を、はい、春休みの、はい、違う、宣言取れなかったらどうする、取れなかったどうする、そうそうそう、罰ゲームだろうって取れなかったらどうする、取れなかったらどうしましょう、どうするか聞く、え、あ、いいね、罰ゲームは、分かりました。いい、じゃあ私春休みの、春休みが2月3月まであるんで、4月から大学なので、うん、あ、なるほど、3月までに、2月3月中に、そうですね、猶予が、上が免許取るんで、信用してるやついないよってないこと。いやいやいや、これはでも罰ゲームってなったらさ、約束なの、取るんじゃない。そうです、なんか罰ゲームとか言われたら取るしか、もう追い込まれるから、うん、なんか、何罰、免許取れなかったら罰ゲームってひどいですけども、いやいやいや目標達成しようよって応援、応援の気持ちでね、それはね、本当に取れば、取ればいいから、罰ゲーム受けなくていいんだから。取れなかったらどうしましょう。どうしてほしいですか。どうし、まあ、取るんでもちろんね、そんな。じゃあライブでさ、めっちゃダンスしてるんですよ。あ、ダンスしてる一人だけ小話とか、なんかこういう、あ、いいいいね、いいね、めっちゃ面白い、それ変なおじさんとか、ね、なんかそんな、あら、いいだけで、それでいいじゃん、踊ってる、それ超いい、変なおじさんか小話、それ超いいじゃん、それ超いいじゃん、あいつ何やってんだ、ライブで4月のライブでツイッターかなんかで、その告知しといてもらって、罰ゲームなんで今日なんかやります、うん、やばい、それ運営のやつにめちゃめちゃ怒られるやつじゃないですかいや、バレなきゃいい、バレなきゃいい、バレなきゃいい、変なおじさん、変なおじさん、いいね、変なおじさんって、なんか、え、こういうやつ、これがいいな、あ、これこれこれもやる、めっちゃ多いし、ここから分かって、でもそれだから動画撮影してもらったらいいんだよ、ここから、 あのちゃんと勝負写真みたいな、ここからを頼むとこから、ここからって辛い、どれぐらい辛いんですか、分かんない、でももっと辛いのあるんじゃない、10辛とか20とかいった方が面白い、私だって辛い、完食だから食べ、全部食べれない、私甘口しか食べれないんですよ、これ、あ、じゃあやばい、あ、じゃあやばいじゃん、多分1辛でも結構くると思う、じゃあどっちもにする、変なおじさんもやってやばい、ココイチ、コマネチやって、変なおじさんとコマネチとココイチ、ココイチ、すっげーハードだこれはもう取るしかないね取るしかない、取るしかない、取ります、宣言します、ほんと3月の締め切りまでに取ります、免許、おちゃんと取ります、じゃあ決定だな、決定で、じゃあ罰ゲームそれでいい、はい、ココイチ本当にやるの、でも、まあ、取れなかったら本当に、でも辛かったコマネチと
変なおじさんをライブ中に、あ、もう撮るんで大丈夫です。あ、そうです。じゃあそれで、それで決定だな。うわ、超楽しみ。撮れないことを願って撮れないことをお願いします。変なおじさんだからね。あれですよね、きっと私が教習所にこう行く日に妨害に来ますよね。そうそう、撮っちゃダメだーって。いや、誰も撮るからね。本当ですか、うん、って言って私撮れなかったらやばいですね。頑張ります。見たいね。見たい、めっちゃ見たいな。見たい、撮りません。他他ないのだから、達成したいの。ああ、行かないといけない。3月でそれ終わるから。これもでもあれだよ、目標っちゃ目標だよ。あ、そうね。これ来なかった。2月29でしたっけ。そう、2月29だな。びっくり、合ってた。え、20? 2月29、今月末ですね。はい、月曜日ですね。撮影会があるんですけど、補撮がございまして、まだ枠に空きがございますので、ちょっと言っていこうか。今日じゃあこれ5分に1回告知挟む。5分に1回すごい、すごい。え、今104人見てくから、104人のうちの3人が来てくれれば。そうです、104人のうちの誰かが、あ、ちょっと行ってみようかなみたいな、冷やかしてみるのに行ってみようかなみたいな。これカッパのキャラクターの人ってさ、はい、タマンのキャラクターでタマンが好きな人なんだ。そうなんだ。カッパ好きなの。カッパ、このキャラクターはタマンが考えてたキャラクターだから、この二人は来ないとダメだよ。名前なんていうの、このカッパは。カッパには名前。パッタロっていう名前。パッタロ、はい、名前の由来は。アサリ先輩がつけました。このキャラクターは私高校生の頃からずっと書いてたんですけど、名前がずっとなくて、で、去年ぐらいにあさりさんが、あ、じゃあもうこれパッタローでいいじゃんって言ってパッてつけた名前をそのまま採用しました。そう、事務所の小田真奈美さんっていう先輩がいらっしゃるんですけど、だから由来ないですね。そんなんでいいのよ。そんなんで、かわいいやん。でもパッタロー可愛いですね。可愛い可愛い、これ可愛い。気に入ってます、ほんとこれ。なんかゆるキャラでしたね。私がもっと有名になったら、このパッタローをグッズ化して。マジで。それいいね。コスくない。コスくない。 LINE のクリエイターズスタンプとかから始めて、そのうちこうなんかキーホルダーとか T シャツとかにいつかなったらいいなって思ってます。あ、これはあの今年中じゃなくて全然一生かけての目標なんで。ゆるキャラグランプリに出れるんじゃないですか。これを着ぐるみにね。あ、いいね。めっちゃ高くてさ、着ぐるみでも3次元化したいですね。そうそう、いいね、いいね、3次元やろうよ。それ3次元にしたらもう中身入ってる。パッタロー中身。中の人です。中身だパッタローがまっゆるキャラと中の人です。でもさ、埼玉であれでしょ、カッパ好きだからカッパ作ったでしょ。そうですね、埼玉カッパっていう関係あるんですか。カッパ伝説、でもなんかカッパ伝説ってあちこちにあって、私調べたんですよ、カッパどこにいるんだろうと思って、したら岩手とかにもいるし、岩手にもいる、あと、どこかな、香川とかにも確かいたし、京都にもいたし、いろんなところにカッパ伝説があって、なんか昔なんかコントでカッパのやってた気がする。どうなのですか。なんか、そうカッパあんま受けなかったけどコントでやってた気がするわ。めっちゃ見たい。シリコダマはどうのこのみたいなとかやってた気がする。シリコダマ撮るんですよ、カッパって。見たい。そっから妖怪のもん、あんま覚えてないな。そうなんだ、見たい。そう、頑張って、パッタロー。なんか人生を通しての目標は結構いっぱいあって、なんか最近自分が欲張りなんじゃないかってことに気づいたんですけど、そのパッタローの商品化もそうですし、あとジブリに関わる仕事もしたいし、おー、いいね。でもジブリ向け多いからね。そうなんです、結構厳しいと思うので。いいね。俺が競馬好きだから競馬できどうですか。あんまりなんとかこうね。でもそれももちろんやりたいです、競馬のアピールとかも。競馬の知識も集まるとダメだ。そうですね、勉強します。そしたらあとはゆるキャラと仕事したいです。ゆるキャラとコラボのなんか仕事したいです。いいね。パッタローじゃなくて今こう普通に世にいるゆるキャラとか。いや、アサリちゃん知ってるよね。アサリちゃんはなんか、アサリ好きだ好きだっつってたのね。そしたらアサリの観光大使今やってんだよ。すごい。渥美半島のなんか貝尽くし、貝が好きでアサリめっちゃ好きなの。アサリが食べて、アサリ好きです。ずっと言いつけたら、今そのアサリの観光だったやつ。すごいね。本当に尊敬してますから。カッパ好き、カッパ好きってなんかダメじゃん。でもカッパってグッズある？カッパで今。カッパのゆるキャラってすごい多いんですよ、実は。
あこれパッタロー以外にもカップルちゃんいっぱいいるんで、そう、じゃあそういうね、いいんだよね、チームのカッパのカッパの観光大使カッパ観光大使やりたいな、いいん、そんな募集していかないの、わかんないあの、ま、マネージャー見つけてきてカッパのカッパからのオファーはないの、だからあの、アサリちゃんはアサリ好きって言ったら向こうがこう、うん、アサリちゃんを気に入ってくれって、うん、すごいですよね、本当にすごいと思う、カッパ運営委員会の人もさ、うん、カッパ運営委員会あ一番有名なのでもカッパ、わかんない、カッパ一番有名なの岩手じゃないですかね、あ岩手有名なんだ、岩手の東野っていうところでカッパ保留許可証売ってるんですよ、めっちゃ詳しい、カッパ詳しいじゃん、カッパ捕まえれんだ、それその許可証がないとカッパ捕まえちゃいけないんですよ、じゃあカッパいいんだ、じゃあそれ取ろう、それとりあえず取ったらさ東野その許可証、保留許可証持っていて今お財布に入ってます、私、え、カッパ取っていい人なの、そうです、だからそのいつもお財布に持ち歩いてるから、いつカッパ見つけて捕獲しても違法にならないんですよ、めっちゃ持ってないじゃん、いいところ、岩手の遠のいいところですよね、そうです、だからいつか岩手行きたいんです、うん、カッパ捕まえに、カッパは岩手にいるってことじゃん、岩手の遠のが一番いそうな気がします、保留許可証あるぐらいだから、じゃそれ、それなんかロケいいんじゃない、カッパロケ、カッパロケ、カッパ捕まえに行く、捕まえに行くロケいいんじゃない、周りのみんながグラビアの DVD とか出してる中、私だけカッパ、カッパ散策みたいないいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、そのカッパのパッタキャラをなんかこう、そう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 、さあこう着ぐるみみたいな作って、自分もカッパみたいな格好してあ、いい、やりたい、それいいじゃん、やりたい、やりたい、そうそうそう、それえ、そう、カッパ、本当にカッパ観光協会の人今見てないかな、お願いします、お願いします、ぜひカッパ観光協会オッケー、オッケー、めっちゃ噛んだ、カッパ観光協会のあ、そう、皆さんのお知り合いにもしカッパ観光協会の方がいたら、はい、白玉を推薦してください、あ、カッパで仕事そうやってあるんそれでもな、ね、いいじゃない、ほら、遠野はいるよってコメント来てますね、遠野のカッパ、本当この人見たのかな、いるよ、昔仕事で行ってた、いるよって、いるんじゃないですか、この人見 た, 見た、この人からこっちツイッターとかに情報仕入れてさ、あ、皆さんカッパの目撃情報とかあったら本当ツイッターで教えてください、ね、そしたらすぐ行くんだよね、すいません、ライブやっててもあ、カッパの情報来ましたねってライブ見ててカッパカッパカッパ、すごい、もうカッパのためならどこまででも、で車44キロでな全然来ないな、全然進まん頑張ります。カッパのためなら飛んできます、本当に。44キロ。44キロ。よ。お願いします。その間逃げちゃうよ。確かに。え、捕まえ方はどうすんのカッパ？網とか。どうやって捕まえ？なんか。でも痛めつけちゃダメなんで、キュウリとかでこう。おびき寄せ。いやさ、絶対釣竿的な。本当に実物のカッパ捕まえさせるビビって逃げない？本当気持ち悪いでしょだって。いや私絶対。こんな可愛くないよ。いや私友達になれる自信あります。ええー。はい。どんな言葉喋るの？テレパシーとか？テレパシー鳴き声とかあんのかな？カッパの鳴き声？うん、キャッキャみたいな。イメージそれ。イメージです。私鳴くまで想像です。キャッキャ。なんかキャッキャって言ってそうじゃないですか、カッパ。こうやって出てきて。沼とかに。沼？池？沼、池、いろんなとこにいそうじゃないですか。うん。そのそのカッパってって。ねえ。カッパ、え、動物は好きなの？動物大好きです。おー、いいね。何飼ってます？昔飼ってました、あの、ハムスター飼ってて、小中学生の頃ハムスター飼ってました、今いないんですけど、うん、でも冬越えたらまたハムスター飼いたいなって思ってて、え、何年ぐらい行くんだ？1年そんな短いの？3年とか生きる子も中にはいるんですけど、1年経たないで死んじゃうハムスターも、へー、好きなんですか？でも実家で金魚飼ってました、ね、金魚なんあれ実家の金魚さ、お前めっちゃでっからってさ、鯉みたいになっとんねんけどね、鯉みたいな、金魚じゃない、あんな鯉だよ、鯉一匹だけでっかい水槽で飼って、え、そんな当たりすぎですか、わかんない、ずっとりだけ成長してな、金魚ってだってこれ全然で、こんなんだよ、こんな、そんな、鯉、そいつまだびちゃびちゃ跳ねっからさ、もう水浸しなんだよな、家が、ほんとに金魚ってそんな成長するんだよ、よう飼うよな、親父も、え、魚ってそんな成長するんですね、めっちゃでかで、今度でかくなりすぎたら今度皮で離すみたいな、まだちっちゃいとこからそう育てる、金魚離していいんですか、マジいいんじゃない、なんか嘘、皮に捨ててる、嘘成長しすぎたら、そうなんだ、え、でも確かになんかニュースとかでめっちゃ長生きしてる金魚見たことある気がする、こんな、こんな金魚、光とかちょっとあれ成長するんじゃない、知らないけど、光、そうなんですか、電気つけるじゃん、うん、へー、
金魚ならね、でもなんかみんな小学生とかの頃教室とかで育ててるって多くないですか、小学校のクラスとかで。え、メダカとかじゃん。あー、メダカもなかった。なんかカエルも育ってなかった。オタマジャクシから成長させる研究をするみたいな、あ、足生えてみたいな日記をつけるみたいな学校で。うん、オタマジャクシからこう足生えてモンシオチョもあったよ、青虫から。あ、サナギにやってモンシオチョにする。あー、それをこう絵日記描くみたいな。そう私金魚と、あ、ザリガニとか。うわ、あったね、あったね。ザリガニ育ててます。なんかそう、なんかそうね、こう割り箸で。私生き物係だったんで。ああ、あったね。そう、あの水槽のカエルもするんですよ。な、ウサギ飼ってたの、こいつで。小学校の時、お前の時小杉小学校にニワトリおった？おった。ニワトリの小屋あったっけ？あった。ニワトリとウサギ小屋。で、一緒だったっけ、あのでっかい緑の。一緒。ああ。生き物係だとそんな世話しなきゃいけない。あ、飼育員だったので、ね、しましたよ。絶対嫌だ、コロコロのうんこ。ウサギのあれ。え、アヒルもおったっけ？アヒルはおらん。アヒルはおらんだっけ？ウサギでもすぐ逃げちゃうんで、人間触らせてくれなかったです。飼育員で飼育小屋入っても、バーって逃げちゃう。俺保育所の時やってたよ、ウサギの世話。バーってうんことかちっちゃいやつバーってこう流してた、ただ流してて、バーってどっか飛ばしてこうやって、あのホースで。寂しいと死んじゃうんですよ、ね。そうなんだ。学校で蚕を育てました。蚕って言ったら糸を取るってことでしょ。絹できるやつです。蚕の繭が。いいよ別に。いいよ別に。確かにそうだね。小杉中だもんな。小杉だよ。イミズ氏、イミズ氏。そんな言っちゃっていいんですか？合併するっていいんですか？別にいいんじゃない？それだけで実家わからないでしょ。蚕育てるってすごいな。すごいですね。なんかそんな特殊な育ててるとこってもでもありそうですね。いるかな、今見てる人で。あんなの育ててましたみたいな。私ほんと無難に金魚とかしか教室で分かってなかった。飼いたいのある？爬虫類とか無理だ俺。爬虫類かわいいですよ。え、蛇とかも飼える。かわいいです。うわ、首に巻きたいです。カメレオンとかめっちゃかわいいじゃないですか。カメレオンね、あの動かない感じがかわいいです。動かないね。イグアナとか。いや、無理だよな。恐竜とかには会ってみたいけど。ジュラシックパーク。ああいうのみたいな。恐竜私好きでした、小学生の頃。だからなんか虫類は無理だな。虫類、昨日なんかマツコがやってたよ、あのホームズ行ってさ、すっげえ可愛かった。マツコが、こうマンチカンっていう猫知らない？あ、知ってます。めっちゃ可愛いやつ。見た俺。見た。夜の巷徘徊。そう。あれめっちゃ面白いよ。本当ですか？見ます。あれでさ、1話とかさ、猫めっちゃ可愛くなかった？めっちゃ可愛かった猫。いいな、動物飼いたい。めっちゃちっちゃくて。そう。あれで成長しなかったらいいのよ、あのまんま。そう成長するからな。確かにひよこずっと育ててたいですよね。ひよこからニワトリになっちゃわないで、ひよこを平気で育てたくないですか。まあ、ハムスターはハムスターのままだからいいんじゃない。あ、でも私なんかちょっと餌与えすぎて可愛がって、ちょっとひまわりの種与えすぎておデブちゃんになっちゃったんですよ、昔飼ってたハムスターが。だからちょっとモルモットサイズぐらいになりました。うわ、モルモットの赤ちゃんぐらい、これぐらい。あ、結構大きいね。ずしって。だからなんか家族で。え、それ食べ過ぎて死んじゃったんじゃないの？食わせすぎて。そういうのじゃないの？いや、でも冬に死んじゃったから寒さで死んじゃったのかなって思うけど。確かにでも健康状態良くなかったと思います。一番最初のハムちゃん。餌食べ過ぎちゃって。はい。何飼いたい？嫌だけどね。嫌だ。猫だってさ、引っかくねか。引っかく、隅っこガリガリするの嫌だもん。しますね。犬は犬でさ、散歩とかも大変だった。あと夜も吠えちゃったりとか。ああ、嫌だ。でも犬とか猫飼いたいな。結局、人間の赤ちゃんだってめっちゃ大変だぜ、あれ。そうだ。じゃあ、先輩の赤ちゃん、前事務所に来てためっちゃ泣いてたもん。8ヶ月だからさ、すぐなんか口に入れようとするしさ。ああ、そう。で、お母さんがいなくなったらすごい涙すの。寂しい。それを察知して。すごいな。
でも10歳差ってことはもうあのサトシさんが赤ちゃんだそう知ってるよ。俺が育ったよ。お世話、俺が育てた。お前俺の父親。俺育て親だ。育て親だ。育て親だ。名付け親であり育て親だ。名付け親なんですか。本当に名付け親だよ。嘘。すごい。そのあのサトシって名付けたの。なんでサトシにしたんですか。なんか。俺の同級生でサトシっていうやつがいて、うん、サトシっていい名前じゃねって思って、おーそう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 、なんか親があのヒロミとかヒトミとか、うん、女の子が欲しかったらしくて、うん、そんなヒトミってなんか男なのにそれだけでなんかちょっといじめられそうじゃん、あそれはちょっとかわいそうだってなってサトシサトシって、ヒトミ嫌でしょ。ヒトミ嫌だね。津田ヒトミ嫌でしょ。いや絶対じゃあヒロミ、ヒロミだったらまだね、あまあヒロミまあでもな、ポケモンの前だ。ポケモンのサトシができる前だったと思う。セーフセーフセーフ、うんうん、ポケモンがパクった。ポケモンがパクった。そうなんだ。ポケモンって、そうなんだ。いや、ポケモンからは来てないだろ、もう、うん、ポケモンから付けたもんね。でもポケモンあったかもしれないけど、ポケモンのカタカナのサトシからは取ってない。へえ。え、あの、本名辻村ゆみ。はい。誰付けたの？親？そうです、親を、どういう、なんか名前の意味に特に、うん、名前の意味は特になくて、でもユリナっていう響きが気に入ってたらしくて、だから女の子だったらユリナって感じだったみたいです。漢字ひらがなですね。ひらがながいいって。だからよく自分で自分の名前が漢字だったらこうかなってこう当てずにして遊んでます。漢字欲しかったりはしなかったんですか。あーでもあれです、テストで書くとき辻村ゆりなめっちゃ少ない。え、あ、字数がだから書きやすいからいいってこと、はいはい。友達でめっちゃ画数多い子とかだってみんながこう第一問目解き始めるまでこう名前書いてる子がいるから、うんうん、でその時は良かったその点では。そうですね。これひらがなのさやかっていう好きだったな。小学校のひらがなのさやかって。その人今 でもなんか取れるっちゃ取れるんだけど、うん、あんま嫌な噂聞いて。嘘、俺言ったじゃん。あれね、あれさえ、あれね、あれがすごいね。どうさえ恋の人、恋の人、そっか。え、サトシって漢字ですか。漢字、耳辺に、耳辺、耳辺、それ漢字は俺考えてないんだよね。耳辺に漢字は親が考えた。公園の子、耳辺に公園の子に心、あ、あー分かりました。まぶさとしのさとし、あー、あー分かりました、分かりました。漢字で、はい、これいいですね。これってこの漢字自体にはどういう意味があるんだろう。さとしって耳辺に、でも耳と心が入ってるからなんか、あ、そう、聡明とか、聡明、いい意味だ。全然聡明じゃねえな。聡明じゃねえ。頑張ろう、頑張ろう。聡明どういう意味なんだろう、なんか歴史の仕様でもお前一時は気に入ってんでしょ。俺が正弘で2番目が直人で、サトシで、みんな直人は直線の直に人って書くの、で俺正弘は正しいに広いだ、でみんな2時2時で来て、お父さんも順1で、おめっちゃ子供いいのかな。家族全員、まあまあ、まあ、いいんじゃない。でお母さん政子で、はい、でも おじいちゃんがたけしだ、1時だ、おサトシ、サトシ、じいちゃん以来だね、みんな2時だ。なるほど、うん、え、じゃあ子供が生まれたら1時にしたいとか2時にしたいとか全然考えたことないですよ。これ子供生まれたらあの北の栗からだからとってさ、ホタルとさ、なんだっけ、もう一人ホタルっていうじゃん、女の子ホタルにジュンホタルとジュンがいいかなって。嘘、でもそれなら由来が明確でなんかいいですね。でもホタルってあんま、あーでもホタルがいいんだよね。え、いいと思います。ホタルちゃん、ホタルくん、ホタルちゃん、可愛い、ね、うん、今でもキラキラネームとかあるから、うんうん、あるね、うんうん、確かにキラキラネームだから、あのなんていうの、そういうのがやめたい、逆に、あのキラキラネームは嫌だ、うん、ありがちな名前がいいよ、うん、なんかユリナもあんまりな
んかマイナーではないけどメジャーではなくて、なんかよく名前のキーホルダーとか売ってるじゃないですか、あ、あるね、お土産屋さんとかでいろいろ名前がある、ね、とかでユリナが結構ないことが多くて、あるよ、あるでしょ、ユリナはあるでしょ、友達とかとお揃いでなんか名前のキーホルダーみんなで買おうよってなった時に、うん、なんかそのメジャーなあやかとかそういうなんか、はるかとかそういう名前はあるんだけど、ゆりなだけなくて、私ゆりはあるんで、ありそうだよね、ゆりがありました、ゆりと、ゆりえとかあったかな、ゆりことかもあったかな、でもゆりながなかったんですよそう、電子見たいってこれ立って見ます、電子見たい、電子見たいって、じゃじゃーん、おお、あんま見えない見えないな、あの、このワンピースあれなんです、私撮影会のために買ったんですよ、なんか白いワンピース着たいなと思って、うん、12月に撮影会があった時のために12月の前に買ったんですよ、このワンピース、で実際に撮影会で着て、ありがとうございます、そう、撮影会あるんで今度2月29日撮影会に行ってくださいぜひ来てください、来てください、あと3番待ってるんだよね、そうなんですよ、まだ6番ちょっと早い時間なんで、1部、2部、1部、3部、4部が空いてて、16時半からのと18時半からのと19時半からのが空いてて、ちょっと早い時間だから厳しいって方も多いと思うんですけど、来てください、お願いします、お願いします、これからもお願いします、ほんとマネージャーさんが心配してくれてます、埋まんないね、埋まるでしょ、埋まるよ、今日で埋まるよ、今日で埋まる、見てる人で、そうですね、そう、あ、もう205人も見てくれてるから、ありがとう、ちょっと通りがかりの方ももしよかったら本当お願いします通りがかりの人もはい、お願いしますお願いします、通りがかりとかあんのこれ、わかんないです、星集めとかでパーって見に来た人が、あ、そう、今日もう本当これを宣伝するためにこれわざわざボード手作りで、よいしょ、これをさっき作ってたんですよ、この紐を、これこの、ま、この状態で首にかけようとしてたからかかんねえ、最初こっちのちっちゃい方でかかんねえ、かかんねえっつって、よいしょよいしょ、これでもう、もう1時間ずっと宣伝してきますこれでじゃあ逆に来てくれたらどんな特典が、あ、どんな感じるか、俺もわかんないで、そういうのなんかいいんですかね、あんまりわかんない、私も撮影初めてなんで、個人撮影って個人ってことだよ、だから1対1だよ、1対1、はい、何分ぐらい、45分間です、もう長い長い、1対1で45分間緊張しちゃいますね、来たの聞いた45分間何話す、いや何話すんだろう、来たの聞いたったら来たの気がしてない、ジップお疲れ様です、あー、ジップ45分間持たねえよ、はい、そ、あ、そうだね、あのコンサート行きましたと、コンサート行きましたと、行ったんですか、毎朝見てます、毎朝、あ、ジップ見てる、ジップ見てるから、ジップ可愛いですよね、北野キーさん、ほんとあれだよね、ライフっていうドラマ、そうそうそう、ライフで、懐かしい、あれですよね、お前の席ねえからですよね、そう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 、机バー、懐かしい、え、あの、そのライフで好きになってスキャンダルあったじゃん、あったあったね、それ大丈夫だった、路中だっけ、そうそうそう、お、全然そんな気にしません、気にしません、それも本当ファンだよ、おー、みんな当たり前だ、あんな可愛いのが当たり前だ、人間だもん懐かしい、ライブ見てあれ本当怖いドラマでしたね、あれ怖かったね、え、でも聞いてください、私あの 女優志望なんで今はアイドルとかやってるんですけど、うん、あのドラマとか映画とか本当出たくて、でなんか悪役をやりたいんですけどっていう話をするとみんなにいや悪役は無理って言われるんです、そう、そんな感じするよね逆に見たいけどね、逆に見たいけど顔が悪役じゃないって言われて、本当はあのなんかその雰囲気のまま悪いことしたら悪役悪そうに見えない、めっちゃふわふわしてるのに、うん、すっげえ陰険陰険だったらこのままで表裏が結構ある感じの、そう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 、うん、あ、いいね、その顔じゃないじゃん悪役顔って、悪役がでもあれですよ、七尾さんとかいるじゃないですか、いやあれは悪役顔でしょ、本当に憧れてるんですよ、なんか、まあ、あの自分の全然タイプ違うよ七尾さんと、あと沢尻エリカさんみたいな、全然タイプ違うよ、自分の綺麗さを分かった上でのあのしたたかさみたいな、でも沢尻エリカ1ミリの涙めっちゃ可愛かった、めっちゃ可愛い、もう泣いた大好きなドラマですから、そこが蓋開けたらね、成長とともにそんなこといや、もう本当に本気言ってます、沢尻エリカさん、ね、
てくれる。だから井筒監督も言ってたもん、あんなに抜かなくていいんだよお前は、変わんだからっつって、パッチギで全然そんな感じじゃなかったもん。いやー、悪役なー、無理かなー。なおさんとかに憧れてみるよ。いや、でも、あの、私、幅広くやりたいです、もちろん。悪役だけをやりたいわけじゃなくて、でも、別に主役じゃなくて、全然迷惑役になりたいです、私。おー、迷惑役なんだ。迷惑役になりたいです。せね、迷惑役だって誰だろう。笹野高史さんみたいな。男じゃん、おじいちゃんじゃねえか。いや、笹野、あ、でもいいですよ、いい味出しますよ、ね、そう、いい味出してますよね、ほんと、あの雰囲気がいいなと思って、笹野高史さんみたいに、はい、役いっぱいいるよね、でも迷惑役女は女じゃん、女性だから、女性で迷惑役やっ、誰だろう。でも私、あれが、いずれはお母さん女優になりたくて、岡井くんぼあ、とかもだし、薬師丸ひろ子さんみたいな。あ、なんか本当、はいはい、いいお母さん、あ、1リットル涙薬師丸さん、あー超いい、1リットル涙とオールウェイズ3丁目の涙とか見て、いいですよね、そう、お母さん女優になりたい。あれだから妹とかも可愛かった、なんだっけ、なるみ、なるみりこ、なるみりこさん、なるみりこさん、全然ドラマ見てないな。私も最近見てないの、あのしいでこさん、みんな詳しい、それがみんなのお母さんという、さん、いいですね、カメラ睨んでみてって、それで判断してみる。あ、悪役、悪役めっちゃ睨んでみて、めっちゃ面白そう、めっちゃ悪役欲しいな、人刺す瞬間みたいな、人刺す瞬間、お前は刺してやるみたいな、浮気されてその彼氏を刺すみたいな、想像して、恨みをですね、恨みを想像して、いや、ちゃんと、全然わかんない、今めっちゃ睨みました、今、もっとカメラ目線で言った、もっとアップでいいんじゃない、もっとカメラにガッていった方がいいんじゃない、めっちゃ睨んでよ。でも私、睨むより逆に真顔の方が怖いって言ってくれるんですよね。真顔ってえ、結構なんか本当にみんなからやめて、真顔やめてって言われるんですよ。ロケにで真顔から睨んで、真顔からカメラに向かって睨んだよ。睨んだら本当にユキリンに見えない。睨んだらユキリンに見える。睨んだ時がユキリンに見える。ユキリンがさらにユキリン。ユキリン。言われますユキリンさん、川島柏ユキさん、ありがたいです本当。ありがたいですね。ね、光栄ですよね。え、芸能人に似てるとか言われます？俺ない。お前が似てるって言われたら俺。俺は坂井正人とか最近だと。ハンニャカナダ、ハンニャカナダ、ハンニャカナダは似てない、そうかな、坂井正人も似てない、坂井正人さんなんか分かります、分かる、ハンニャ直樹、やった、調子なんだよ、奥様菅野美穂のスタですね。え、やってくださいね、倍返し、やめろ、放送事故だよ、放送事故だよ、お母さん見たら泣くわ、俺お母さんに怒られるんじゃない、サトシに直させとんが、大丈夫でしょ、見られたら終わり、マサコ大丈夫、マサコ、そうか、そんな言われないか、芸能人誰だろうサトシ、でも俺はでも坂井マサコじゃない、確かに、私あれです、神木隆之介さんに似てるって言われます、神木隆之介ってこんな感じ、あーでも分かる、言われたら分かる、なんか初対面の人とかにも急に言われたことあります、神木隆之介ってこんな女顔だって分かんないですけど、中学生の頃から言われます、今の神木隆之介、いや中学生の頃から言われて、ずっと言われてます、愛くるしいだって神木隆之介、私の1個上なんですけど、神木隆之介さんは22なんで、妹ですって言えば売れてないからでもなんか神木隆之介さんってジブリ顔だなって思って、ジブリに出てきそうなから、あーなんか私の勝手なイメージなんですけど、あそうだね、パズーって言われればパズーそれを考えると私もなんかちょっと嬉しいんですよ、私ジブリっぽくなりたいんで、ジブリっぽさを極めたいんですよ、
なんかジブそのなんか雰囲気はでもジブリのに出てきそうだな、ほんわかした。本当ですか？アリエッティとかに。あー、いそう。妖精っぽいとか。妖精っぽい。なんかそういう見た見たアリエッティ。いいですよね。あれいいね。もう私ジブリに出てくる女の子になりたいんです本当に。俺アリエッティ映画館で見て、その席にたまたまケチャップついてて、えもうそれどころじゃなかったんだ、アリエッティどころじゃなかったんだ、俺このケチャップにつかないようにみたいな。そんなことある？俺だ帰り言ったもん、カオリ、お前ケチャップついてましたよ、俺にはつかなかったから。それ係の人がちゃんと言ってするべきですよね。そんなことある？でも映画中はもう言えないじゃん。映画同じ1800円払ってんだからね。芸人ニューヨークの人に似てる。ニューヨークの人誰、どっちがニューヨークの人って誰ですか？ニューヨークっているよね、でも芸人で。え？気になる、それ後で調べよう、ググってみよう。誰が？誰がどっちどっち？いやもう始まった後だったんだよな、気づいたの。あ、気づいたの、うん、暗くなってから、うん、あれか、映画館とかでなんかこう前の人がたまたまこう背が高くてちょっと見えづらいみたいな時とかどうします？ここをちょっとこうやって寄ってみます。そうだ、そういうことだよね。そうする。俺はないよ、でも俺でかい方だ。ああ、うん、そうですよ。だから競馬場とかもすげえいいのよ、めっちゃ人いるじゃん、G1 とかだと、ダービーとかだと、だこうやって見れるからさ、あれだ、女の人とかわいそうだよ、めっちゃ人多い状態で見れないじゃん、確かに画面しか見ることでいい。ああ、そっか、競馬ってどれぐらいの距離で見るんですか？いや、場所によりきだよ。うまスタートとかも場所によったら見れるし、楽しそう。ちゃんと見たいんなら地方競馬がいいんじゃない？地方競馬の方が人少ないし。ああ、競馬行きます？行ったことない。あ、じゃあ兄弟でも全然趣味は全然違うね、趣味が。趣味はえフットサルっていう。あ、そっか週に何回かやるんですよ。そうフットサルやります？やんないやんない。へえ。っていうのは中学校の時バスケやったぐらい。あ、背高いから有利ですね、バスケ。でもやめたら止まったね。あ、うん、じゃあ本当にこうジャンプとか続けてると背高くなる。そう、そうなんだ、本当なんだ。うん、馬だな。私馬に癒されに行きたいですね、競馬行くとして。あの、なんだっけ、あんだよね、あのなんかそういう女子いません？馬を写真撮って楽しむ女子みたいな。馬女っていんので、あと馬事公園っていう駅があるの。馬事公園、あの東京農業大学の近くに。そう、馬事公園駅っていうところの馬事公園に行けば、うん、なんかこう馬に触れ合えたりするんだ。だから昔ダート砂のところで強かったサクセスブロッケンって今誘導馬をやってるのね、うん、あの気性が荒いから馬って結構あの切られる、去勢をされる、でその去勢されて強くなったりする馬がいるんだよ。でそれでサクセスブロッケンは気性荒くて去勢されて、そこからあの結構活躍して今度誘導馬になったの。誘導馬って分かる？誘導馬だから最初18頭の馬いるじゃん、はい、それをこう最初にこう誘導するの、こっから来てくださいって。ああ、先頭白い馬が大体やるんだけど、ブログとかもやってて、サクセスブロッケンは、でサクセスブロッケンの名刺があるの。へえ、キャラクターの馬として。そういうのが来て、それに触れたりできる。いいな、ちっちゃい子だったら乗れたり。いいな、馬に乗ってみたいですね。乗馬したいよね。したいですよね。したい。乗馬、乗りますよ、ね、高いじゃん。乗ろうと思ったら多分会員になってとか、多分高い、簡単には乗ってない、乗馬って。え、子供の頃とか乗りました？全然記憶ない。ポニーみたいな。あー、ないな。ポニーはでも乗れるんだよね、ただでなんかこう一周だけとか。あー、いい。私なんか家にアルバム見たら、そのポニーに乗ってる写真を発見したんですけど、うん、多分小学生ぐらいの頃に。全然記憶がなくて、馬に乗る感覚を全然もう覚えてないから、うん、どんな感じなんだろう。いや、いいし、あれでも大変だよ絶対。うん、あ、体重軽くないとダメじゃん、馬に負担かかるし。あ、そうなんですか。うん、だから馬って怪我しやすい。あのでっかいのこの細いので、だから馬すぐ怪我するんだよ、骨折るし。で、両後不良ってなったらもう死に殺さなきゃいけないし、辛いから。そうハワイに行った時に馬に乗ったことある。ハワイに馬っているんだ。いや、どこにもいるし。いるでしょハワイ、バカにしすぎでしょ世界中どこにでもいるよ。
そっか、ウーパーって世界共通か。そうそうそうだよ。え、じゃあ競馬も日本以外でもやってる？やるやる、アメリカだって有名らしい。だってそれこそ日本馬がさ、海外行くじゃん。凱旋門賞っていう、凱旋門賞ってあるじゃん、世界での大会に。凱旋門賞、凱旋門賞知らねえの？まあまあそうだよね。そういうもんなんだよね、競馬って。そうそう、ディープインパクト。そう、ディープインパクトすごいじゃん。ディープインパクトだけ知ってます。春うらら、春うらら、え、知らん。百何連敗した。人の名前。そう、人の名前みたいなのもいっぱいいるよ。なんか、あの、なんつったらゆきちゃんとか、真っ白の馬がいたり。いいですね、それ。ブチコっていうさ、ブチコ、ブチブチの、そうそう、へぇ。スタートなんですよ、今人気の。ブチコは今人気だよ、キャラクター。じゃあブチコに会いに行きたい。そうそうそう、ゆるキャラ化しそうですね、ブチコ。もうなってるよ、ぬいぐるみとかでは。本当ですか？あー、見たことあるかも。ブチコが、ブチコじゃん、ブチコだから、その、こう引っ張る人とかも、救務員さんとかも、こうブチブチのアイテム。すごい、統一感あって、かわいい。かわいい。絶対かわいいよね。ね、いいですね。ブチコ、いいなぁ、そっか。じゃあいつか、わかった、パッタローもゆるキャラ化したら、うん、パッタローをその先導して、パッタローこっちですよってやる人もみんなお皿とコアラを。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。パッタロー先導っていうか、どこに出る、どこに出るの。カッパレーさんの。カッパレーさんの。私なんかゆるキャラのイベントに行ったことがあって、そしたらどのゆるキャラさんにもこうなんか道案内とか、すいません開けてくださいみたいにやる人がついてるんで、必ずアテンドの人が。あ、フナッシーのアテンドの人とかもいるもんね。そうそう、そんな感じです。あの、喋れないゆるキャラには必ずアテンドがほぼ必ずついてますね。そのカッパッタロのアテンドもやる。アテン、私がやっていいならやります。もうどんどんパッタロ売り出したいやります。パッタロは喋んの？あー、でも喋んないかな、パッタロは。喋んないか。うん、なんかパッタロの声が思い浮かばないから喋んないかな。でもゆるキャラとかやったらどういう動きするんだろうね。なんかフラッシュだったらこんなんあんじゃん。パッタロってどんな動きするんだろう。ネバール君だった。ネバール君、これは上にバーって、ネバーって。パッタロはのんびり屋さんな感じするけどな、このイメージ、垂れ目な感じで描いてるんで、ほわーんってしたイメージ。なんかほんわかしたな、可愛らしい感じやっぱ。泳ぎは得意なんだよね、カッパだから。やっぱパッタロ泳げないんじゃないかな。ええカッパなのに。うん、なんかパッタローが海に入ってるとこ書いたことないやん。なんかでも番組でさ、パッタローのなんかやってるよね、物語みたいな。書いてます、書いてます、パッタローのストーリー。そこで私パッタローのイラストいっぱい書いてるんで、よかったら毎月第2第4火曜日にショールームで白玉、白玉の現在だよ、間違えた、白玉の番組をやってるので、第2第4火曜日9時から見てください。そこでパッタローのイラストいっぱい書いてます。絵が得意なの？はい、特技絵だ。ぜひ見てください。はい。え、CS？ あの、ショールーム。あ、これ、これね。すごいじゃん。CS やってたっすね。CS じゃない。これだ。地上波とかも出れたら本当夢なんで。出れるよ、もう。頑張ります。CS でやってんの。地上波の卓球部。すごいですね。上位以上。出れるよ。そう、あ、じゃあついでにこれもう一回告知しとく、はい、2月29日に撮影会、考察、個人撮影会あるので、まだ予約空いてるので皆さん来てください。お願いします。お願いします。これ新宿のどこやった場所？なんか新宿、最寄りは新宿からも行けるけど、新宿三丁目の方が近いみたいで、三丁目、新宿バービールームっていうあのハウススタジオさんなんで、すごい綺麗なスタジオなんですよ。月村さんのツイッター見ればどこからアクセスできる。あ、そうです、詳しくは全部ツイッターに入ってます。よいしょ、ツイッターのアカウント的な、よいしょ、ブログもやってるので、ぜひ。ブログもやってんだ。はい、ブログ、でもブログ本当サボり癖があるので、頑張ってちょっと更新します。ついさっきブログ更新したから。はい、藤村ゆりなとアカウントがアットマークユリナ T アンダーバー930です。今日、今初めて番組見てみようって人、よかったら見てください。なんかあるんじゃないの？これでいいの？これで、はい、これで検索すれば出てきます。よかったらフォローしてください。はーい。ツイッターやってんの？やってない。いや、始めようかな。930は誕生日。そうです、9月30日。おー、そうなんだ。この間21になりました。え、結婚前じゃん。で、21の目標が免許取ることなんで、頑張ります。はい。
え、今更だよな、本当。今更両隣は僕マネ、JMO でマネージャーやってる、マネージャーさんです。津田正宏で、横が僕は日本橋で普通に会社員やってます。俺の弟です。弟の津田さとしです。さとし、津田さとしです。はい、え、でも私が JMO チャンネルに初出演した時、津田さんと一緒だったんですよ。そうだね。ほんと大学1年生のすぐぐらいの時。成長しましたね。そうですね、やんちゃんがでかかったんじゃない、うん、やんちゃん、ね、やんちゃん、そこからね、仕事も広まって、あの時全然喋れずにご迷惑を。いやいや、そんなことない、俺もあんま覚えてないけど。だいぶ前ですもんね。マネージャーお世話になっております。おー、ありがとうございます。それこそ、もっと僕も仕事取ってこれるように頑張ります。売り出しましょう。なんか、せっかくなので告知的な何か。え、告知なれば告知ねえだ。食べろよ。じゃあ次いつ JMO チャンネル出るんですか。え、一回こっきりだよ。今日だけですか。今日だけだ。そうなんだ。スペシャルゲスト。危なかったよね、2人だったらやばかったね。2人だったらもう、ただの兄弟で、ね、これ10分の1ぐらいじゃない、数字多分。10分の1だね、これ。10分の1はありがたいと思う。2人だったらどんなトークするんだろうね、兄弟トーク。なあ、ずっと喋ってるんじゃない。昔は多分2人だったら酒とかも飲んでるよ。ああ、そんなフラットな感じよ。で、前の前かな、前の前は酒飲んでるよ。すごいな。え、だからまた来てくださいよ、ジェンモちゃん。いいよ、やっぱり。ないらしいぞ、もうないらしい。いや、いいよ、来たいなら来てもいいけどさ。そうそう、私もね、次いつ出るかわかんないけど、ジェンモチャンネルでちょくちょく今後も出ます。お願いします。よいしょ、お願いします。え、津田さん今後レギュラーとして出るんですか。いや、その3人揃わなかったら俺出るしかない。あ、なかなかね。そっか、危なかったな、本当に2人じゃなくて。明日の出勤時間の告知とかありませんか。明日の出勤時間、土日休みなので明日は。お休みです。はい。明日飲みに行こうね。明日4時。どんだけ。また兄とまた会います。いやいや、じゃあ私日曜日ライブがあるので、よかったら来てください。ライブある。あ、それも告知しときなじゃん。あ、そうそう、ライブ、まだライブ時間わかんなくて、まだ。あ、ライブの時間わかんない。でも、あさってなんですか。はい。それ以降、時間わかんない。わかるはずです。あ、検索すれば、どこで検索すれば。ツイッターで探せば多分誰か。まずツイッター、あさってライブ出て、コマネシとか変なおさんのポーズやって。それは、フィンク取れたから。私、優等生なんで。優等生、はい、やんちゃん学園では優等生なんで、優等真面目な感じで。そう、だから告知、詳しくは全部ツイッター見てください。お願いします。ライブの告知、あとライブ以外は、ライブ以外は撮影会が、でも今月撮影会他にもあって、なんとヤンちゃん学園として初めて大阪に遠征行くことが決まっているので、すごい。大阪2月の最後の土日に大阪行くので、大阪付近の方はよかったら、そっちのライブに遊びに来ていただけたら、はい、普段東京遠いよって方は来てください。詳しくはまたツイッターで。たこ焼きうまいもんね、大阪ね。たこ焼き美味しい。大阪行ったことあります。ありますよ。お、兄弟で。うわ、ないです。俺住んでたよ。あ、帰るか。そうなんだ。大阪詳しいですか。南の方は。何番のか、あの辺。そうなんだ。ライブどこなんだろうな、大阪。これ11時40分バームスっていうライブじゃないの、これ。お、それかな。これ秋葉原パームスっていうところなんで。11時40分か。らしいです。ありがとうございます。らしいですって出るやん。大丈夫だよ、11時40分だよ。ありがとうございます。大丈夫です。早起き頑張ります。早起きでもないか。東北だから。東北はでもカッパ探しに行くんだよ。あ、そう、遠野に行きます。プライベートに行きます。カッパ捕まえに遠野行きます。頑張ります。ただ、そうですね、東北にも行って、大阪にも行って、今後ヤンチャン学園としてもどこだろう、名古屋とかもね、行けたらななんて、遠征行けたらななんて話してるので、皆さん待っててください。頑張ります。会いに行きます。はい。行けよ。さっきサインもらったんだから。嬉しい。カホにします。ということで、こんな感じで JMO チャンネル、はい、今日は1時間。あっという間だったな。最初緊張してましたもんね。ちょっと緊張してたね。来週はね、また違うタレントさん、誰が出るのか分かりませんが、またよかったら見てください。ということで、今日のお相手は辻村ゆりなと津田正宏と弟の佐藤さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。